疲れ様でございました。そうクリアね、とりあえず、皆さん、したということなので、本当にこの怖い怖いシナリオをよくぞよくぞ一人で、あの暗い部屋でヘッドフォンを、しながらクリアしたなと、耐えられたなと思います。怖くて怖くて、あのシナリオを読みながらも、これ多分プレイされてる方々は一人やると怖いんだろうなと思いながらも、なおかつですね、お芝居でできればもっとその怖さを、表現できればなと、思って、全力で今回作太郎を、再び演じることをすごい喜びとしながら、演じさせていただきました。コープスパーティー、本当に自分自身も大変ファンなので、ぜひですねこの作品、次へ次へとまたつなげるようにですね、皆さん何回も何回もこれをプレイして、次回作なんかね、できればね、絵が動いちゃったりなんかしたりとかね、そういうのをぜひ目標にして我々も頑張っていきたいなと思いますので、今後ともコープスパーティーを、よろしくお願いしたいなと思います。それでは皆さん、また会う日まで、お疲れ様でした。